一応デイアラー回線概念というものをですね、今この作っているわけであります。まあ国民の皆様ご存知のように、今インターネットというのは、まあ、部屋の中ではなく外に飛び出しているわけでありますね。まあ、かつて茶屋町の人もですね、消防して町に出ようというこの、まあ、コンセプトでこの演劇を作り出しましたが、まあ私も今回この機能において解いたのは、もはやインターネットは部屋の中でやるものではなくて、外でですね、野外ですね、デイアラー回線概念というものを試みたわけであります。昨日は雨だったんですけれども、まあ大変でした。まあ、持って行ったのはですね、まあこのデジタルムービーカメラ1台とノートパソコンですね。アンドロイド3本をまあ持っていきまして、この試みたわけであります。まあアンドロイドはまあ Google が作ったんでございますが、まあ、この、まあ、世界企業であるこの Google が作ったものをこの、まあ、活用いたしましてですね、アンドロイドとこのムービー、デジタルムービーカメラとして、ノートパソコンですね。まあ、これで、なんと言いますか、複合的な、回線による中継ができるかどうかということを、まあ、雨の中でございましたが、ノートパソコンなんかは乗り立てですね。まあ、なんとかこの方向性が見えたということでございます。まあ、私としては今後この構築していこうと思っておりますね。このデイアラインターネットにおけるこのデイアラ回線概念ですね。複合的な中継なり、複合的なこの反復ですね、反復によってこの構築ですね、これなんかも利用しながらですね、まあ、その集大成だと思っております。まあ、私もこのパソコン通信はこの1990年から始めたわけでありますが、まあ、この集大成として、より、デイアラー回線概念ですね、コンセプトによる、まあ、インターネットに向かってですね、やれるのではないかというようなものが、まあ、少し、私が今この概念、まあ、コンセプトとして、作り出しました。まあ、様々なこの端末機器を使用しながら、複合的な
映像ですね。それと、VR 感染が良いという音楽を作ったのでございますが、私これが、まあ、破綻すれば、まあ、失敗に終わるかしらも、なんとかですね、この基礎的なですね、ノートパソコンですね。で、まあ、デジカル、カメラなどを使用しまして、まあ、このアンドロイドを作ったのは、この、Google ですからね、まあ、そこら辺を、デイエラー回線という概念、まあ、コンセプトの意味でですね、複合的なこの野外に起きますインターネットの可能性に向かって、それはどうなのでございますが、やっていきたいということです。本日は頑張っていきたいと思っております。まあそれがそういうことで、まあ失敗ですよ。何度も何度も失敗しながらその経験ですね。やはりインターネットというものはこの現場にあると思うんですね。体を使ってですね、汗を流してですね、雨に濡れたりですね、で、まあ、ノートパソコンなんかも雨に濡れるとなかなか立ち上がることができないというようなこともあるんですけれども、まあ、それはしょうがないですね。野外でございますから、いろいろあります。そういう中で、ベイアラー、動画配信ですね、こんなものを、まあ、できたらいいのかなというふうに思います。朝早く申し訳ありませんでしたが、まあ、頑張っていきましょう。失礼いたします。ありがとうございました。中継終わります。昔港区役所に どう思われたんですか、その時井原さんは。いや、まあ一生懸命我々として仕事をすると、大臣は大臣の政治家としてのご方針があるだろうと割り切ってありましたけどね。勝力の主導で進む委員会、湯川は次第に壁にぶつかってゆきました。なかなか自分の思うようには ならんよと、物理学者だけではなかなか大変やということは言っておられたですけどね。物理学者はこれでいいと思っても政治家はそう思わない。年が明けた昭和32年1月、湯川は原子力委員会からインドに派遣され、実験用原子炉の開所式に出席します。帰国後、その時の思いを日記に記しています。
日本ではことを原子力となると極端な動きばかりで嫌になる。3月6日上京の予定でしたが体調を崩し自宅で療養します。その後もしばらく療養が続きました。3月29日原子力委員を辞任。在任期間はわずか1年3ヶ月でした。みんながっかりしたと思います。湯川さんには頑張ってほしかったけどもう仕方がないなと。原子力発電みたいなことにからことの知識を得てなんか役に立つ立てるんではないかと。で悪いことは悪いことで、まあ、発言してねちょっとも悪い方向に進まないように頑張れないなと、頑張れればいいと思ってた。湯川さんでそれはできないんだからもうあかんのだろうなと思って。苗を育てる下地を作っている最中にいきなり大きな切り花を買ってくるという話では困る。我が国にも急がば回れということわざがある。原子力の場合にはこれらの言葉がぴったりと当てはまる。敗戦から10年余り、経済白書はもはや戦後ではないとし、成長の時代が始まろうとしていました。昭和31年、原子力開発利用長期計画が策定されました。原子力の実用化によって産業の急速な進展を可能にしようというものでした。日本のような人口が多くて、化石燃料の少ない国ではどうしてもこの原子力に寄らなくちゃならない。昭和40年までに60万キロワット、50年までには700万キロワットの発電をすることにしている。炉の形は英国系と米国系を採用する。まず最初は英国のコルダホール型を取って、当時立教大学の教授となっていた竹谷光雄はコルダホール原発の導入を無謀な未知への侵入と批判します。英国に行った調査団がコールダーホールは関東大震災程度にも耐えるという結論を出したということである。ところが実際は日本から持って行った地震の映画を見て英国の原子炉の専門家は肝を潰したということである。原子炉も未知のことが多いし経験も浅いことを今こそ十分に反省すべきであろう。これに対し放映調査団地震班の武藤清東京大学教授はこう述べます。耐震設計の問題は極めて順調に進んできており、国民の皆様にも安心していただけることを確信している。湯川竹谷の共同研究者だった坂田正一、この時学術会議で原子力についての責任者だった坂田は政府に安全性の問題を訴えます。
坂田さんと竹谷さんと非常に仲良かったからね、しょっちゅう電話でやり取りしてましたね。竹谷さんは一時坂田さんに三原則的な話をしてね、それで政府言いなりにならないでくれよってたことはよく言ってましたよね。やっぱり非地震国のイギリスから地震国へ持ってきたって安全とは言えないっていう理由がないってことを主張してるんですね。当時原子炉安全審査専門部会は原発を推進する原子力委員会の中に設置されていました。坂田たちは原発の安全を保障する独立した委員会を原子力委員会から切り離して作るよう政府に申し入れました。坂田先生、昨晩は電話で失礼いたしました。学術会議の委員だった小沼道治さん、坂田たちと議論を重ねました。やっぱりその安全の問題とかその危険性を防ぐ、まあ、両方同じことだけども、それを考えるためにはそもそも一つの原子力委員会の事務局である科学技術省の中でやるんじゃなくて、はっきり分けて公平な中立者が評価指導をするということにすべきだってことを一緒に議論したんですよ、我々も学術会議の中で。でその結果が学術会議の総会のからの政府への申し入れの中に文書になって入ってる。でそれを坂田さんはやっぱり学術会議のそれを取りまとめるトップにいたわけだから、本人も繰り返しそのことは主張した。当時伊原義則さんは原子力委員会の安全審査専門部会で事務に当たっていました。推進と規制の同居の問題っていうのはいろんな分野であり得る話でしょうけれどもね、だから安全審査っていうのは法律に基づく行為としてやるわけですから、でその結果が法律の要求を満足するものであるかないかと、満足するものであれば設置を許可すると、学術会議的論争に踏み込む巻き込まれるということはそういう立場にもなかったし、そういう発想はありませんでしたね。安全審査専門部会は坂田たちの意見を一学識経験者の個人的意見として、コールダーホール原発は安全と結論付けました。学術会議ってものがね、この議論から外されていったんだけれども、外されたからこれでいいのかっていうよりは、原子力についてはもうあれだけのこと言ったんだから、あとはやってくださいということで、次のその2号炉3号炉の時にもう学術会議の代表に審査に参加してもらうという要望も来なかったし、こちらとしても外からにせよ前の通りにしてくださいっていうことはしなかった。でそれがこういう経過を重ねていく中で学術会議は無視されていった。残念でした。竹谷は訴えます。なぜ理論物理学者が発言するか。安全問題においては腐れ縁のない紐のつかない審査委員による委員会が十分の予算を持って検討すべきもので、各一流国はそのようにやっている。日本だけがお手盛りである。昭和40年、茨城県東海村でコールダーホール改良型原子炉が臨界を迎え、日本初の商業用原発が運転を開始します。原発の安全審査はこの後も原子力委員会など原発を推進する機関の中で行われてゆきます。
1960年代、大陸間弾道弾などアメリカとソビエトの核兵器開発競争が激しさを増していました。その頃、湯川秀樹は核兵器廃絶を目指す会議に積極的に参加していました。ラッセル・アインシュタイン宣言を受けて始まったパグウォッシュ会議です。しかし第2回の会議でアメリカの物理学者レオ・シラードが核廃絶に逆行する考えを表明します。核兵器といかに共存し生き残るか、核兵器が存在する現実を受け入れ全面核戦争を避けようという核抑止論です。会議は次第にこの核抑止論に覆われていきました。湯川は反論します。核兵器は人類と共存できない。科学者が世界の現状を容認しているようでは、パグウォッシュ会議はその存在意義を失ってしまうだろう。私たちの一人一人はこの戦争のない一つの世界実現することに努力すべき責任と義務とがあるのではないかと思うんです。湯川先生ね、湯川と行動を共にしてきた物理学者の沢田昌司さん。中学生の時、広島で被爆した沢田さんは湯川の核兵器廃絶への訴えに深く共感したといいます。核兵器というのは物理学の原理を使ってやってるわけですよね。だから物理学が悪用されてしまったという意識は、もう湯川先生や友田先生、坂田先生はすごく痛烈に感じられていたと思いますよね。だから自分の研究を進めていくという問題だけじゃなくて、その研究の結果がどう使われていくかということについてちゃんと責任を持たなきゃいけないという意識はすごい強かったと思います。昭和50年、日本で初めてパグウォッシュ会議のシンポジウムが京都で開かれました。議長を務めることになった湯川ですが、直前に前立腺がんを発症し入院していました。湯川は医師の反対を押し切って会場に姿を現します。 It is clear that the policy based on the concept of nuclear deterrence suffers constantly from the positive feedback。湯川は友永慎一郎と共に宣言を発表します。国家のエゴを捨て核抑止を超えようと訴えます。湯川友永宣言です。会場では原爆投下直後の広島と長崎の映像も上映しました。湯川の願いはあくまでも核兵器の全面的な廃絶。それはアインシュタインと誓い合ったことでした。一番強調されたのはラッセル・アインシュタイン宣言の原点、初心に帰れということが強調されたんですよね。だからそれを言いに来たという感じがしましたけど、だから会議をそういう方向に持っていきたいという気持ちがそこに表れてたと思いますけど、湯川先生のすごい執念というか、お気持ちの強さというのは感じました。病院は普通は許可しないぐらいの状況だったんだと思いますけど、それを自分が押して車椅子で出てこられたわけですから。湯川友永宣言は多くの賛同を得ましたが、
核保有国のソビエトとフランスの科学者が署名しませんでした。この会議の翌年に NHK が湯川を取材したドキュメンタリーです。自分自身が死ぬということも無論考え、博士が最近受けた診察の結果でも幸い癌の転移は見られない。しかしなお5年間の注意が必要という。静かに読書で時を過ごすことの多い博士のこの頃である。核を廃絶し、準備をなくし、私は以前から繰り返しそういうことを申しておるわけであります。これはすごく分かりやすい話なんでありますけれども、なかなかあんまりすっと皆さんが分かってくださらないのはむしろ不思議なことであると思っておるわけです。僕なんか別に変わったことは何も言うとらへんね、当たり前のことを言うとんねやな。しかしそれに一つも同調してくれへんじゃな、不思議ですよ。それみんなのその考え方の変わるのが遅いなと思いますね。なんでこんなにそんなにゆっくりしてるんかね。1970年代になると各地に原子力発電所が建設されていきます。その主流はアメリカのメーカーが開発した原子炉でした。建設も任せ鍵だけを受け取る、いわゆるターンキー契約による輸入でした。実際に原発が運転を開始すると放射能を含む排水漏れや制御棒で欠陥が見つかるなどトラブルが続出します。原発の導入には慎重であるべきだと発言を続けてきた竹谷光雄。昭和47年原子力安全問題研究会を立ち上げ批判を強めます。原子力発電というのが、まあ、これだけ必要で必要ですという必要なことばかりおっしゃる人が多いのですが、本当にどれぐらい実用かということを考えています。特に日本なんかでも、まあ、現代技術の非常な欠陥はですね、一歩一歩やっていくという考えなくて、コンピューターかなんかでさーっと一挙に巨大化するんです。この巨大化というのは大変危険。やっぱり技術というのは理論を持っているだけじゃなくて経験を踏まえなければダメだ。本格的な原子力発電が始まりだしたわけです。で、それが一体何より先にその一体どんなものがどんなものであるのか、その正体をよく調べて、理解しようと、それが果たして、ギリギリまで、どういう安全装置を備えているかということも見たいし、聞きたいし、それからその安全装置が、まあ、どういう考え方でできているかということも勉強したいし、まあ、そういうことで一遍その、原子力発電が、今度はそれが本物になりうるものなのかどうかですね、それをその見極めたいっていうのが主な目的で研究会を始めたわけです。竹谷は研究会での議論を経て一冊の本をまとめます。指摘したのは炉心が体気になるメルトダウンの危険性です。深刻な事故につながると考えた竹谷は原発建設の計画を中止すべきだと訴えます。1970年代工場排水や煤煙などによる健康被害が明らかになり、公害反対の運動が起こります。
同じ頃、原発反対の声も各地で広がってゆきました。竹谷はこうした住民運動に注目し、それを支えるための情報を提供しようとしていたのです。現在その化学工業とかなんとかで、もうあらゆることを伏せて密室みたいにしてでしょ。だから常にそれを公開せよという、そうすれば公害とかなんとかが事前に防げるわけです。だから日本は我々が三原則を作ったのに関わらず、いつも秘密にしようとするね。で、法律にもちゃんと三原則が謳われてるのに秘密にしようとするということです。まあね、我々が原子力でやってる頃はほとんど味方がなかったですね。ところが市民運動とかが盛り上がってくるとね、どうワープレーをなんかやっても大丈夫なんだっていう雰囲気になってね。昭和50年、竹谷は原子力資料情報室の代表となります。原子力の情報を広く公開しようと考えたからです。竹谷の後、代表となった高木仁三郎、核科学の研究者でした。科学者は市民の不安に本当に向き合おうとしているのか。高木は東京都立大助教授を辞め、市民の立場に立った科学者を目指しながら反原発を訴えていました。高木によれば、二人は原子力資料情報室の在り方をめぐって論争しました。全国の住民は様々な情報を求めているのであり、原発の安全性を独立の立場から日々解析、批判していくことが社会的に求められているのではないか。いわば自分たちの運動として資料室に関わるべきではないか。科学者には科学者の役割があり、運動には運動の果たすべき役割がある。私個人はそういう役割人間であることを拒否したいと思います。あくまで科学者として振る舞おうとする竹谷と、それを拒否する高木。高木から原子力資料情報室の代表を受け継いだ物理学者の山口幸男さん。昭和44年、山口さんは高木たちと若い研究者グループプロジェを結成。科学や技術だけでは解決できない領域があると考え、竹谷たちの姿勢を批判しました。竹谷さんは運動は運動会にやらせろと、任せろと、まあせいぜい知恵袋で言っちゃうわけですよ。それはね、その後の日本の反原発運動、今は脱原発と言いますけど、非常に根深くそこにある問題だと思いますよ。専門家がね、知恵袋として関わるのか、あるいは同時に自分も一人の運動家であり続けるかと。竹谷さんはその頃でも正しく科学を運用すれば原子力は夢のエネルギー源になると、安全性に気をつけなさいよ、それからまあ被爆線量ね、これにも気をつけなさい、まあ地震にも気をつけなさいよという考え方ですよ。お題目としてはそれはそうなんですけど、そのお題目は基本的には立派な科学が中にあって旗が立って、ね、この旗で押していくというプロジェの見方はですね、そういう明確な絶対的ないい科学なんてはないんだ、もうごちゃごちゃの中であるんだと、そこが違うんだと思いますね。
平和利用っていうのは基本的に疑わしいわけですよ。もう我々が60年代の終わりですね、当時始めた頃、科学をどんなに使ったってそれは無理な話だと。技術というものを全面的に否定できるかということになるんですね。ところがね、人間というものはね、技術によって人間に、以前の動物から人間になった。人間のために科学技術を全面的に検討して使うということが必要だ。だからまあ昔戻ることはどうせできないんだから。だからね、その半技術参加っていうのは、じゃあそんなものやめて、一体どうやらやめることができるんだってことですよね。それよりも積極的に、その科学技術のまずいところを科学技術で証明しながら、戦って人権のために使っていくということの方が重要なんですね。だから、その原子力を否定したわけじゃないですよね、決してね。新しい技術の形態、新しい形の技術が生まれたんだってことは、それはもう認めざるを得ないんですよね。だってもう見つかっちゃってるんだから、新しい科学っても技術っても見つかっちゃったんだから、それをうまく使っていかなきゃいけないんでしょ。そのうまく使っていくっていうのはどうしたらいいかっていうのを分かるのが科学者なんだから、うまい使い方をやっぱり国民に、世間に知らせていくのが科学者の社会的責任だっていうのが、竹田さんがしょっちゅう言ってたことで、僕もそう思ってきましたけどね。昭和56年、核兵器廃絶を訴え続ける74歳の湯川です。最近この事態はますます猶予すべき状態になっております。私たちは何度でも初心にも立ち返りまして、核兵器の全廃を改めて声を大に叫びたいと思います。この3ヶ月後、湯川は世を去りました。湯川亡き後も核抑止の考えは依然根強く、核兵器の開発競争が続きました。湯川の死から14年後の平成7年、パグウォッシュ会議が広島で開かれます。この会議では核兵器の全面廃絶を目指すことが確認されました。湯川の願いがこの広島宣言に受け継がれたのです。広島で被爆した澤田昭二さん、核抑止論を批判し続けています。今こそ湯川友宣言の精神をね、運動の中に生かさなきゃいけないなと思ってるんですよ。湯川先生っていうのはすごく一番根源は何かというところまで掘り下げて考えるという力を持っていらっしゃって、で、まあ、たまたま広島長崎があるその国の科学者というだけじゃなくて、さらにそれを掘り下げて考えて、どこをちゃんと元にしてやっていかなきゃいけないかというと、やっぱり核抑止論をきちんと批判していかなきゃいけないというところに到達されたんだと思うんですよね。科学者の社会的責任というのは、自分たちの研究結果が今後それがどういったところに役立っていくのか、あるいは弊害を与えていくのかということについての認識を科学者が持って、でそれを理解できればそれについての発言をしていくという責任があると思うんですよね。そこをもっともっといろんなところできちんと
抑えていくことがこれからも必要だと思いますね。竹谷光雄は平成12年88歳で亡くなりました。晩年竹谷が記したメモです。原子力の原理すらまだ可能性もわからない時代から追求し続けてきた者にとって現在までの原子力の在り方は極めて残念なものでしかない。それは未だに人類の味方ではない。なぜならあれ何日かな、見舞いして行ったんですよね。蓋も 何言ってんだか分かんないんですが、僕が行ったらね、何なんだったっけね、生き方を変えなきゃっていうかね、生き方を変えなきゃダメだよって言われたんで、一言、生き方っていうのは多分ね、生きるじゃなくて行くですよ。生き方を変えなきゃいけないんだ。だとか今の日本の住み方全体でじゃあダメだと思ってたんだと思います。とにかく満足してなかったんですよね。変えなきゃダメだと思ってたんですよね、死ぬまでね。竹谷の死から11年後、福島第一原発で6基のうち3基がメルトダウンしました。そしたらば、世界平和アピール7人委員会、湯川秀樹が創立に関わり、以後58年さまざまなアピールを続けています。写真家や政治学者とともに物理学者小沼道治さんの姿がありました。一つはその原発問題、これ全然福島の話も終わってないわけだし、やっぱり機会を見て市委員会もの申さなきゃない一つかな。原子力の未来を見据え、小沼さんは発言を続けています。3.11 の後で起きている問題、危険性というか問題点はほとんど全て50年代に出ていた。ということはその我々50年代に1号炉だけについて発言して、その2番目の原発から後について発言しなかった、言うだけのことを言ったんだから、あとはこれにしたってやってくれたらいい、もう一回言ったって同じこと言う以外ない、いろいろな思いがあったけどね。科学者っていうのはね、科学を進めると同時にやっぱり社会の中でやってるんだからね、そういう意味では社会的な問題にも関心を持つのは当然だと、僕がこれだけ科学の世界にいてみてね思うし、それからその思ったことについてはやっぱり1から10まで全て言い続けてることはできないかもしれないけども、大事なことについてはねやっぱり言い続けなきゃいけないことがある。やっぱり発言というのは通らなくても、あるいは嫌がられても言わなきゃいけないことがあるんだな。今でもそれは僕の重荷の一つになってます。被爆国日本で発言を続けてきた湯川秀樹と竹谷光雄、二人の科学者の言葉は今原子力の未来に何を問いかけているのでしょうか。この選挙の結果が
その後の日本政治の漂流を決定づけることになる。自民党総裁橋本龍太郎、社民党新党先駆けとの連立政権で村山富市から総理の座を引き継いだ。国民的人気を背景に自民党が過半数を取る本当の復権を目指していた。小沢一郎は細川政権の崩壊の後、公明党など野党勢力を結集して新たに新進党を結成、160人の大政党にまとめ上げていった。自ら導入した小選挙区制で政権交代を目指した。私ども新進党が政権を取って、そしてなおかつこの今言っている契約を実行しなかったら、まず私が最初に政治家を辞めて責任を取ります。結果は自民党が第一党。新進党は議席を減らし、小沢は政権交代を果たせなかった。あの時に1万票以内の差で負けたのは70人ぐらいいたんだよね。だからこれが当選してればね、第一党であることは間違いなかった。なかなかまとまれなかったっていう、うん、ちょっとね、うん、あれが残念だったね。細川大臣、それから新進党での総選挙、この2度チャンスを逸したね。新しい小選挙区制、衆議院の定数は500、自民党の議席は239、第1党になったものの過半数251には届かなかった。激減した社民党と先駆けは閣外協力に転じ、自民党は単独の少数与党となってしまった。過半数への厚い壁、自民党はこの時から数をめぐる熾烈な戦いに突入していく。その急先鋒となったのが当時自民党幹事長代理だった野中広務。宿敵小沢が率いる新進党に狙いを定めた。野中は橋本政権を安定させるため加藤浩一幹事長の命を受けて新進党の議員の引き抜き工作を任される。最初に目をつけたのは93年に自民党を出て行って以来新進党で小沢と行動を共にしていた杉山範夫。野中は杉山を食事に誘い出し自民党への復党を持ちかけた。古賀誠と野中さんがいて、で加藤さんが後から来たな。ほんで僕に自民党を戻らんかと。で僕ももうそろそろいっちゃんとじゃんなっていう、さっき言った積み重ねがあったもんで、まあ考えてみるよ。お前のような男がいつまでもそんなところでおる人間じゃないじゃないかと、まあ、同じ県会議員を経験した人間ですから親しく言うてましたから、そういう話をして、彼はまあ帰ってくる先陣切ったですね。自民党に復党した杉山。野中は新進党の内部事情に詳しい杉山を引き抜き工作の先頭に立たせる。古賀誠と共に将来の選挙に不安を持つ議員などに目をつけた。彼らはそれを釣り堀と名付けた。直接
釣り堀やったのが、6人かね。くどいてきたのが。入院足りなかったのかな。ほんで僕が、その半分以上だから、釣ってきたわけ。それこそ一本釣りっていう言葉はいいのかどうかわかりませんが、新進党っていうところにいらっしゃってる方もね、やっぱり政権与党に入りたいと。これはもう政治家のね、差がと言ったらおかしいけれども、やっぱり政治をやらせていただく以上は、政権与党というのは大きな魅力ですし。野中たちは新進党から釣り堀を続けた。239だった議席は1年で250に達し、ついに悲願の単独過半数となる日を迎えた。251人目が北村直人。これは花束童貞やったりして儀式やったよ。過半数だった。明日に一人抜け、明日に二人抜けるようなことがあって、なんで政党でしょうか。非自民勢力の中核となると期待されていた小沢新進党。選挙で負け、政権交代が遠のいたことで小沢の求心力は低下。分裂するグループや離党者が相次ぎ、選挙後1年余りで30人も減った。選挙終わって細川旗2人がね、党出るって言い出したんだよ。最近の自民党と、あるいは細川政権下での自民党と似たような現象になっちゃったんだね。まあまあまあ、それはもうどうしようもないなという感じだったね。党をまとめられなくなった小沢は、その後新進党を解党。二大政党制の実現という夢から一旦遠ざかることとなる。1996年、日本はバブル崩壊後の不良債権処理に苦しんでいた。銃戦問題での不手際、さらに薬害エイズや厚生省の汚職問題などが相次ぎ、国民の間には政、官、行の癒着に対する不信が渦巻いていた。官僚の壁を破るのは自党。市民が主役の政党は自党。ありがとうございました。鳩山由紀夫と菅直人が新党先駆けを離脱し、民主党を結成したのは96年。旗印は今につながる脱官僚依存。誰が行政改革をやってきたというんですか。それは民主党の代表の菅直人ただ一人じゃないですか。彼がたった一人の志でリーダーシップで厚生省に対して薬害エイズ追及の手を挙げた。まさに日本のほとんど全ての制度が制度疲労を起こしてましたから、そういうものを根本的に変えられる政権を作れる政党を作りたい、そういう考えですね。